ジェラセリーグ巨人5から4阪神、23日、東京ドーム。巨人は阪神を下し、優勝マジックを落とした。2位の中日はヤクルトと神宮球場で対戦し、逆転勝ちした。最短での優勝は27日火曜日となる。巨人は0から0の2回1死に、丸加工外野手31が先制の23号ソロ。さらに、マルテの複数エラーを絡めるなど、この回に3点を先制した。先発の今村茂投手26は4回に1点を失ったが、G 打線は5回無失1三塁で、坂本勇人内野手31が左前敵地打、5回1四満塁から若林明弘内野手27が左前敵地打をそれぞれ放って5から1とリードを広げた。今村は8回にも2点を失ったが、救援で登板した2番手の高梨雄平投手28が1死2塁から連続空振り三振を奪って切り抜けた。9回にはルビー・デラロサ投手31が登板し1点を失った。最後は1死12塁から田口麗斗投手25がマウンドに上がり逃げ切った。